カフェソサイティは2016年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督、脚本はウディ・アレン、主演はジェシー・アイゼンバーグが務める。2016年5月11日から開催された第69回カンヌ国際映画祭のオープニング作品として上映された。1930年代のハリウッドは芸能人から政治家、ギャングまでありと、 あらゆる人間が出入りしていた。そんな世界に一人のヤシにある青年が飛び込んでいった。彼の名前はボビー・ドーフマン。ボビーは業界の有力者でもあるおじの下で働き始めたばかりであった。彼の恋愛を通してハリウッドの虚実が浮き彫りになっていく。2015年3月9日、ウディ・アレンの新作映画にジェシー・アイゼンバーグ、クリステン・スチュワート、 ブルース・ウィリスが出演すると報じられた。5月にはブレイク・ライブリーの出演が決まった。7月にはパーカー・ポージーの出演が確定した。8月までにジーニー・バーリン、コリー・ストール、アンナ・キャンプ、サリ・レ・ニック、ケン・ストット、スティーブン・クン・ケン、ポール・シュナイダー、トニー・シリコ、マックス・アドラーの出演が決まった。24日、ブルース・ウィリスがスティーブン・キングの小説、 ミザリーを原作とした劇に出演するために本作を降板した。ウィリースの代役にはスティーブ・カレルが選ばれた。2016年3月、本作のタイトルがカフェ・ソサイティに決定した。2015年8月17日、本作の主要撮影がロサンゼルスを中心に始まった。9月8日にはニューヨークに移って撮影が続けられた。なお、ウディア・レンは 本作の撮影でデジタル式映画撮影を初めて採用しソニー製のシニアルティフ65を使用した当初1800万ドルの予算で制作が始まったが最終的に3000万ドルに到達した結果としてウディアレン監督作品の中で制作費が最も高額な作品となった2016年2月アマゾンスタジオズが本作の配給系を購入した 3月本作が第69回カンヌ国際映画祭のオープニング作品に選出された。5月19日にはシアトル国際映画祭のオープニング作品として上映される予定である。ライオンズゲートがアマゾンスタジオズと共同で配給を担当し、本作を2016年8月12日に公開する予定であるとの報道があった。後に、 2016年7月15日に限定公開を開始し、22日から公開規模を拡大していくと変更された。2016年7月15日、本作は全米語冠で限定公開され、公開初週末に359,289ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場18位となった。7月29日、本作は 全米631巻にまで拡大公開され、週末に160万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング12位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトの6点トマト図には240件のレビューがあり、批評家支持率は70%、平均点は10点満点で6.1点となっている。サイト側による、 批評家の見解の要約は、カフェソサイティの愛らしいビジュアルと魅力的な演技は、晩年のアレンの軽快なコメディ作品の集大成である。物語の展開は予測通りだが、その欠点はそれ自体好ましいものですらあり、圧倒的な面白さで補われるものでもある。となっている。また、メトクリティックには37件のレビューがあり、過重平均値は64。 100となっている。バラエティの応援グレーバーマンは、本作の評価できる点と批判すべき点を挙げつつ、カフェソサイティを見た者はこの作品が、ウディ・アレンの最高傑作でなされたような演出、つまり、アレンが自分自身を緊張感のある場所に追い込むことでなされる、演出によって作られたかのように思える。と結論づけている。ありがとうございます。